ボーイングとエアバスは過去から現在までライバル関係にある航空機製造メーカーで特に旅客機においてはお互いライバル機を多く製造している。初の競合機はボーイング側が製造するボーイング767とエアバス側が製造するエアバス A300 である。このようなお互いの関係と経歴を以下に述べる。エアバス A300 から600ボーイング767から 200ボーイング767とエアバス A300 は初のお互いのライバル機となった。エアバスは1970年12月に設立され、A300 が最初に開発された旅客機である。一方、ボーイングはすでに多くの航空機を開発、製造、販売をしており、767は製造する Z 旅客機の中での5番目の製品である。 エアバス A300 在来型は1972年10月28日に初飛行し、ボーイング767は約9年後の1981年9月26日に初飛行した。さらにエアバスはグラスコックピット化された単動型エアバス A310 やその技術を使用したエアバス A300 から600を開発し、 これは1982年4月3日に初飛行した。両機とも中型の総発エンジンワイドボディ機で200人以上の乗客が乗れるよう設計された。また、エアバス a 3 1 0とボーイング767で世界で初めてグラスコックピット化するなど数多く共通点があった。主な相違点は、エアバス A300 は胴体が太いことを活かして、 LD-3 コンテナを2列搭載できることに、対してボーイング767は1列しか搭載できないことや、エアバス A300 の方が、わずかに標準座席数が多かったこと、より古い在来型エアバス A300 は、航空機関士を含む3面コックピットであったのに、対してボーイング767は、当初から2面コックピットを目指したことなどが挙げられる。ただし、 エアバス A300 は貨物室を広く取ったため、客室が機体の中心より上に来てしまい、客室に圧迫感があった。後継機が開発中であり、A310 は一足早い1998年に事実上生産終了しており、A300 も2007年に生産終了している。現在までのところボーイング767が製造機数で上回っており、 また同期は2009年現在発注を受け付けているため今後も伸びる見込みである。エアバス A320 から200ボーイング737から 800A320 ファミリーと737シリーズの納入数比較エアバスは当時も製造が続いていたベストセラー機ボーイング727に対抗する旅客機を開発することを決定した。ボーイング727は ボーイングが製造していた単、中距離用の中型機であったが、オイルショックなどが原因で次第に製造が終了していった。そのため、エアバスはボーイング727よりも燃費が良い、旅客機を製造する必要があった。そうして開発された旅客機が、エアバス A320 シリーズである。開発していくうちにボーイング737と同クラス規模になってしまったものの、 1987年2月22日に初飛行、1988年3月28日にエールフランスにより就航した。またその後、単動型のエアバス A319 と A318、長動型のエアバス A321 なども開発された。それまで小型の旅客機の部門で優位だったボーイングは、この時、 ボーイング737から300を製造していた。このモデルは新たにコンピューター制御による操縦が可能になり、燃費も大幅に向上していたものの、競争力を高めるためには、さらなる近代化が必要であった。こうして開発されたのがボーイング 737NG で、1998年より就航した。両機種とも150隻クラスのナローボディ機で、 グラスコックピットなどの新技術の採用などの共通点があったが、エアバス A320 シリーズの方が胴体が太く、LD3 から46、46W コンテナを搭載可能であるのに対しボーイング 737NG はコンテナに対応していない点、ボーイング 737NG は既存の737シリーズと操縦規格を共通化させている点が、主な特徴として挙げられる。 現在、両機種ともさらなる発展型として、エアバス A320 ネオとボーイング737マックスが開発されている。この2機種の販売では、エアバス A320 シリーズで運行するアメリカの航空会社やボーイング737シリーズで運行するヨーロッパの航空会社も多く、地の利は働いていない。一方、d c 九や m d 八十シリーズにより、 小型旅客機市場でボーイングと競っていたマクドネルダグラスは MD-80 シリーズを近代化した MD-90 でボーイングとエアバスに対抗したものの設計の保守差があだとなって完全な敗退に終わった結果としてマクドネルダグラスは経営不振に陥り1997年7月末に ボーイングに買収されたが、MD-90 シリーズは、ボーイングのラインナップと重複しなかった、MD-95 だけがボーイング717として生産が続けられた。しかしこちらも受給が伸び悩み、2006年に生産を終了した。エアバス A330 から200、ボーイング777から2001980年代になり、航空会社は、 ロッキード L-1011 トライスターやマクドネルダグラス DC-10 の後継機となる旅客機を必要としていた。この需要に対し、エアバスはエアバス A330 とエアバス A340 をマクドネルダグラスは MD-11 を開発していた。しかし、ボーイングはそれに対抗する大型旅客機をまだ開発していなかった。そのため、 ボーイングは新たに大型旅客機を開発することを決定し、開発段階での機体名をボーイング 767X に決定した。また世界で初めてワーキングトゥゲザーと呼ばれる主要な航空会社の意見を調査し、設計に反映するという試みも行った。そうして完成したのが、総発のボーイング777である。 400人から500人の乗客を乗せられる大型機となり、ボーイングはこれで、エアバス A330 や A340、マクドネルダグラス MD-11 に対抗することにした。一方、エアバスの A330 と A340 は300人以上乗れる旅客機で、A330 はエンジンが総発で中距離型。 A340 は4発エンジンで長距離型であることが違っていた。後に A340 ではより大型でボーイング777と同程度の機体も開発された。マクドネルダグラス MD-11 は300人以上が乗れる長距離型で3発エンジンであった。しかし、すでに3発機の立場が 中途半端になっていたこともあり完全な敗退で終わった。マクドネルダグラスの買収後、MD-11 は、ボーイングにより2001年2月まで製造が続けられたが新規受注は行わず、そのまま生産を終了した。2016年4月時点では、エアバス A330 とボーイング777は、製造が継続されており、さらなる発展型として、 エアバス A330 ネオより大型のボーイング 777X が開発中である。ボーイング787エアバス A350XWB2000 年代に入り新たな中型旅客機への需要が高まりつつあった。それまで使用されてきた中型旅客機は主にエアバス A300、A310 やボーイング757、767であったが、 いずれも1970年代に初飛行したものであり、最新鋭機に比べ技術的に見劣りする部分が見られ、始めた。そのためボーイングは2004年にそれまで計画されていたソニッククルーザーの開発を中断し、新たにボーイング 7E7、e、と呼ばれる次世代中型旅客機の開発に着手した。また、その後、 この次世代中型旅客機と正式名称をボーイング787に決定した。それに対し、エアバスはボーイング 7E7、e、に対抗するための次世代中型旅客機エアバス A350XWB の開発を開始した。当初のエアバス A350 はエアバス A330 の改良型であり、ボーイング 7E7、e、と同じく300人程度が乗れる、 旅客機として開発されていた。しかし、航空会社からの良好な反応が得られなかったため、2006年に全く設計を新たにしたより大型の次世代中型旅客機を発表し、これをエアバス A350XWB とした。大型化したことで、エアバス A350XWB は、エアバス A340 を引き継ぎボーイング777に、 対抗すする位置づけとなった。次世代中型旅客機の代替機として、後にエアバス A330 ネオやエアバス A321 ネオが開発される。こうしたことで、エアバスも航空会社から受注を得られたものの、2008年11月時点では、ボーイング787の方が受注数では優勢である。ただし、乗客数の少ない機体の方が、 受注数が伸びる傾向がある。ボーイング787は2011年10月に ANA により商業飛行は開始された。一方のエアバス A350XWB は2011年に製造、組み立てが始まった。初飛行は2013年。そして2015年1月15日にカタール航空により商業運航が開始された。 エアバス A380 ボーイング747から8航空旅客の需要が伸びることに対し、エアバスは機体を大型にして1機あたりの乗客数を増やすとの予測をし、この結果がエアバス A380 の開発へとつながった。一方、ボーイングは空港が整備され、航空機の発着数も増えるため、大型ではなくても旅客機がたくさんあれば、需要に応じられるとしており、 この結果として、ソニッククルーザーの開発を構想するもとんざし、後にボーイング767の後継として、ボーイング787の開発へとつながった。エアバス A380 の開発に対しボーイング747から8が開発され、ボーイング787に対しては、エアバス A350XWB が開発されたが、2020年代には、 エアバス A380 とボーイング747から8は生産を終了している。なお、ボーイング747から8の乗客数は、エアバス A350XWB とエアバス A380 の中間になっており、直接の競合機とはなっていない。エアバスは3つの操縦システムフライバイワイヤーが採用されているボーイング777やボーイング787。 でもパイロットエラーを防ぐ機能は搭載されているものの、パイロットが強く操縦桿を操作することで、オーバーライドすることができる。フライバイワイヤ機の開発にあたって、エアバスは操縦入力装置として、サイドスティック式の操縦桿を採用しているが、ボーイングは旧来と同じデザインの操縦輪を採用している。エアバス A340 エンジンの技術はどんどん、 進歩してエンジン1機あたりの持ち時間や水力も増え信頼性も大幅に向上している。1990年代の大型旅客機においてボーイングはそのようなことからエンジンを大型化し1機あたりの持ち時間を増やすことでエンジン故障時の安全は確保されるとしているがエアバスはやはりエンジンが4機ほどあった方が安全性は測れるとし エアバス A340 の製造を続けていたが、2011年をもって A340 の製造は終了した。ありがとうございます。